にちは、粘土の専門店コデルです。いつもご視聴ありがとうございます。この動画では自宅のオーブンで簡単に焼くことができるオーブン陶芸粘土を使って、簡単楽しい誰にでもできちゃう作品のレシピや上手に作るテクニックをお伝えしていきます。今回のレシピは簡単かわいいおひな様、一緒に楽しく作っていきましょう。ぜひ最後まで見てくださいね。使う道具はこちらです。コデルのオーブン陶芸粘土基本のセットに入っています。では早速作っていきましょう。今回は 500g の粘土の4分の1を使います。たたら板とのし棒を使って粘土を薄く伸ばします。セルクルというクッキーより少し大きめの丸型でくり抜きます。丸くくり抜いた粘土の一部を指先を使ってつまみながら持ち上げていきます。オビナの体ができました。次に顔を作っていきます。この体はまた後で使うので、このように濡れたタオル軽く包んでおいてあげてください。今度は顔を作っていきます。この道具を使って下書きをします。軽く跡をつけて、これが顔の部分です。顔の部分の上のところに烏帽子を描いていきます。お代理様が持つ尺をここに描いていきます。下書きの線に合わせてさらに爪楊枝で深くカットしていきます。この時ちょっとずつ切ると失敗が少なくて綺麗に形が取れます。カットしたパーツの縁のボソボソしているところを綺麗にしていきます。出来上がったパーツをボディにくっつけていきます。パーツのくっつけ方は別の動画でご紹介しているので、そちらをご確認ください。概要欄にリンクを貼っておきます。烏帽子の線と髪の毛を描いていきます。次に顔を描いていきます。顔全体を白い土鍋で、眉毛を描きます。眉毛は、お殿様の眉毛なので、マロ眉毛を点点と、着物にスタンプで模様をつけていきます。全部を使わないで半分ぐらいスタンプをかけさせると着物らしい雰囲気になりますね。スタンプを押すときは真上から押し付けるのじゃなくて、上下左右に揺らすと綺麗に模様が出てきます。そしてこの着物の縁のところに色を塗っていくとちょっとゴージャス感が出ます。そして尺にも色を塗ります。次に目びらを作っていきます。作り方
方は尾びなと一緒です。こちらが出来上がったばかりの作品です。1週間乾燥すると粘土がこんな色になります。そしてこちらが焼き上がった作品です。コート剤を塗ると作品にツヤが出るのでお好みで使用してください。コート剤の塗り方は別の動画で紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきます。いかがでしたか？身近にある道具を使って工夫をするとこんなに可愛いおひな様がとっても簡単に作れます。粘土の量は作りたいおひな様の大きさに合わせてお好みで調節してください。でもお家のオーブンに入る大きさでお願いしますね。今回の動画がオーブン陶芸に初めて挑戦する方の参考になったら嬉しいです。感想やリクエストなどコメント欄にどしどしお寄せください。また皆さんの作品の投稿もインスタグラムの方でお待ちしています。ハッシュタグはおうちでこねるだよ。ご視聴ありがとうございました。ではではまたねー。